NASA アメリカ航空宇宙局は19日、火星に着陸した無人探査車が運んだ小型のヘリコプター、インジェニュイティの飛行実験が成功したと発表しました。地球以外の惑星でヘリコプターが飛行するのはこれが初めてということです。将来的には探査車が入れない険しい地形などの調査で使われることが期待されています。